ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介するお車が BMW M3 MT ファイナルエディション2024年式2000キロこちらの車両になります。いいのが入ってきましたね。そうですね。はい。というわけで。過去にもM3、M4 何度かご紹介してるんですけれども、今回かなり特殊な車両になるんですよね。はい、というわけでその辺を詳しく今回ご紹介させていただきたいと思います。でまず M3 概要のところからなんですけども、もう言わずと知れたもう BMW3 シリーズのスペシャルモデル、はい、これ振り返ると1985年の E30 からスタートしてるんですね。でなんとこちらの G80 で6代目なんですね。でエンジンの方もまあ直4から始まって、直6になって途中 V8 を挟んだりとか、はい、で今でこの直6のターボになってますけども、いろいろ変化はありつつも、キープコンセプトのまま現代にもこう受け継がれてる名車ですよね。そうですね、はい、で今回のこちらの G80M3 なんですけど、これ複雑すぎません？そうですね、はい、使用体系がなんとこれかなり複雑で、はい、今回僕整理してきたんですけど、この方が21年から販売されてると、で普通の車ってなんかその駆動方式とか、はい、なんかそのパッケージ的なものってあまり変わらないじゃないですか、それがこの M3 の場合だとまず初年度の21年これオートマ FR のみの設定でまず販売が開始されてると、はい、で翌22年に4駆が追加されてるんですよ、でその翌年23年からはなんと2駆モデルが消滅して4駆のみになってると、で現代も4駆オートマのみの設定っていうことなんですけど、これまとめると全車オートマしかないんですね。そうですね、はい、で M4 だとマニュアルの設定もあるんですね、でもう一つFR に関してはもうその初期の最初の2年しか販売されてないっていうことなんですけれども、ただ例外もあるということで、で今回のお車がこれ例外に当てはまるんですね。そうですね、ではいでなんと21年と24年、2回だけ限定でマニュアルが販売されてるんですね。で今回ご紹介するのは24年今年設定された MT ファイナルエディションということで、はい、その名の通りマニュアルの最後のエディション、ねはい、もう言い切っちゃってますね、今後じゃ出ないんですかね。出ないって言ってますよね。そういうことですよね、はい、出ちゃったらこう言ったのと違うじゃんになっちゃいますからねというわけでなんとこちらのお車は限定のマニュアル車なんです、はい、最近珍しくないですか？そうですね、この車格クラスでマニュアルってもう今ほとんどないですもんね。なんか最近大排気量とか NA の消滅がすごく騒がれてますけど、それより先にマニュアルがもう消滅しつつありますよね、もう本当に限られた車種しかもうマニュアルない。そうですね、で本国で設定あっても日本には設定されないなんていうケースも多いので、かなり貴重な、欲しい人にはかなり刺さる車種になるんじゃないかなと。でこちらなんと150台限定ということで、はい、かなり少ないですね、というわけでそんな貴重なお車を今回ご紹介します。でマニュアルになってるのもそうなんですけど、いろいろ特別装備もついてるということで、その辺順番にご紹介したいと思います。まずエクステリアからなんですけども、はい、今回 M ブルックリングレー、はい、これいいですね。いい色ですよね、はい、結構少ないですよね、で特に今マニュアル中古車情報サイトでも数台出てるんですけども、ほとんど白か黒、グレーとか他の色ってあんまりない。そうですね、あんまりないどころかグレーに関してはなんとこの1台、ということで薄めのグレーですよね。そうですね、この手のグレーって最近ソリッドが多いじゃないですか。でこれはメタリック、あ確かに粒子の細かいメタリックが入ってると。でしかもBMW って他にもグレー設定してるんですよね、スカイスクレーパーグレーとか、あとインディビジュアルだとなんかフローズンピュアグレーとか、はい、なんかいろいろ結構グレーが多い車種でもある、でその中でも一番薄いグレーですよね。そうですね、はい、目を引くこちらのボディカラーになってると。だと BMW あと M3 結構オプションもあるってことなんですけど、今回あんまりオプションもりもりではない、だから限定車なんで限定車でなおかつオプションもりもりの個体ってほぼないですよね。大きいものとしてはカーボンエクステリアなんかもあるんですけど、今回のお車は入ってないと。ただご安心ください、ボンドですからいろんなアフターパーツもご提案できるじゃないですか。で M3 意外にエクステリアのエアロパーツとかも出てるんですよね、なんでそういったものご提案してきますんで、はい、まあお気軽にご相談いただけるといいのかなと。あと最近ヘッドライトマイナーチェンジでデザイン変わりましたね、うん、まあこの辺は好みが分かれるところだと思うんですけど、デイライトがなんかちっちゃくなったんですよね。そうですね。というわけでこちらのヘッドライトになっております。でもこの光り方は僕嫌いじゃないですけどね。僕も好きです、うん、はい。新しい方だとなんかちょっと精悍な感じはしますけど、うんうん、なんか伝統のこのイカリングから来た派生の感じではないですよね。そうですね、はい、というわけでこちらのマイナーチェンジ前のヘッドライトになっております。そして横に回っていくと足元が鍛造ホイールフロント19リア20の定番の履きこなしなんですけれども、 826M っていうデザインの標準のデザインのそうですねこちらのホイールになってる、はい、ただ特別カラーということで、うん、ゴールドブロンズ、これオプションでも設定ないんですよね。ないですね、うん、ということで特殊なカラーになってると。このボディカラーとのマッチングはいいですよね。あ、確かに、うん、中間色というか、うん、絶妙なカラーになってると、うん、でこれが E30M3 のオマージュらしいですよ、うん、これどれのオマージュなのかなと思って、いろいろ E30M3 の画像検索したら、うん、レーシングカーの方ので結構メッシュのゴールドのホイール履いてる車が多いんですよね。なんでその辺をかなり意識したものになってるそうです。で今回の車は富士カスタマイズもしてあるということで、はい、スペーサーで少し出面も出てるんですか。そうですね。これはスペーサーは12ミリぐらいですよね、はい、というわけでスライチになってると。あと車高も結構下がってますね、はい、こちらカーベイの HAS 純正ショックそのまま流用して車高調化するキットがついてるということで、どんくらいでしょう、20ミリか30ミリぐらい下がってますかね。というわけでローダウンもしっかり施されてる。であとブレーキの方が M コンポジットブレーキでしたっけ、はい、赤キャリパーになってる、うん、というわけでただものじゃない感じはしますね、うん、もちろん稀にカーボンセラミックついてる個体もありますけど、はい、カーボンセラミック僕オプションリスト見たらあれ140万とかするんですねだからなかなかついてる個体もないということで、そうですね、はい、でもしどうしても強化したいとかっていうのがあれば、うん、後付けもできますし、うん、まあ車外なんかも出てると思いますんで、その辺もご相談いただけるといいのかなと。であとは横シャドーラインのエクステリア標準ですから各部黒くなってますし、やっぱり横特にグレーとの相性いい気がします、うん、まあサイドステップもそうですし、まあ、あとはこの辺のラインとかだと標準装備ですけども、カーボンのルーフもこちらもついてくると。なんかセダンのこういう走りの車って良くないですか。そうですね。もう今セダン自体がね少ないんで、そうなんですよね、うん、でセダンのハードコアモデルなんて言ったらもっと少ないじゃないですか、うん、でもちろんスポーツカーっていうくくりで言えば、まあ、2ドアの方がらしいんでしょうけど、うん、なんか僕おじさんになったからか、なんかセダンのそういう車めちゃくちゃ好きなんですよね。 なるほどね、はい、わかります。なので個人的に結構探してたりもするということで、はい、そんなスタイリングになってる。そして後ろは1インチアップの20インチ、同じく 826M、 こちらのゴールドブロンズのホイールが装着されております。でリアは片押しのキャリパーになりますけれども、同じく赤くペイントされてるこちらになると。でリアは結構下がってますよね、うん、BMW 全般リアフェンダーの方がちっちゃいんですよね。そうですね、はい、なのでかなり詰まってる感ありますけど、うん、出面もちょうどいい具合に調整されてるのでかなりいい感じじゃないかなと。でもちろんこれスペーサーなんで抜いたりすることもできますし、またあと車外ホイールのご提案なんかもできますんで、お気軽にご相談いただけるといいのかな。この車に関してはこの M3 のこのリアフェンダーとこの出面感は相当かっこいいと思います。相当かっこいいですよねこのセダンでこうドアがあるのに森ってなってるこのただものじゃない感じ、うん、ただ車に詳しくないとそこまでなんかそうねバレない感あるじゃないですかなんてこの辺のセットアップは絶妙で相当エロいですけどねこの辺というわけでこんな感じの仕上がりになっております。で後ろ回っていくと M3 なんで定番のこのちっちゃいトランクスポイラーがついてて、あとは車のベースとしてはコンペティションじゃないんですね、うん、馬力が出てる方じゃなくって、まあ、馬力が抑えてある方とは言っても400馬力後半ですから ね、はい、とてつもないモンスターセダンなんですけども、この辺なんかもしっかり黒のエンブレムになってると。でリアに関してもあこれマフラーのエンドも黒なんですね、うん、しっかり定番の4本出しのこちらのマフラーで、気になるサウンドだったりはこの後聞いてみたいと思います、はい、続いてインテリア見てみたいと思います、はい、インテリアはスカフプレートがまず専用のこのエディション BMW M っていうまだ養生貼ってありますけどこちらのスカフプレートになると。そしてインテリアに関してはシートが専用のカラーのシートになるということで、この赤いラインの入ったシートになってる。これだいぶいいっすね。そうですね、この赤の割合がいいです。確かにこう主張しすぎないというか、はい、うん、ただ上にメインで入ってるんで、うん、これフロントからもしっかり見える配置になってると。で全体的には黒でまとめられて、定番のこの光る M3 のプレートなんかもしっかり入ってると。そしてご覧ください、マニュアルですよ、うん、現代の欧州車においてマニュアルって言ったら本当ポルシェぐらいじゃないですか。ああ、ないですよね、うん、ベンツなんかもともとないし、BM ももう軒並み消滅してってますからね、うん、でアウディももともとないじゃないですか、はい、日本仕様は、うん、というわけで結構違和感というか新鮮さのあるあの風景ですけども、しっかりマニュアルになってると。フィーリングだったりはこの後乗ってみたいと思います。であとは M3 ですから割と標準装備も多くって、ハーマンカードンなんかも標準で、もちろんその快適装備とか言えばフルレザーにしたりだとか、ステアリングヒーターつけたりとか、ベンチレーションとかっていうのはありますけれども、まあ、その辺もなかなかのオプションの金額になりますし、より快適にするっていう感じなんで、今回のはついてないんですけども、標準でかなり引き締まった内装かなと。 そして高年式なんでメーターもカーブドディスプレイになると。これカーブドディスプレイって結構中古車の価格にも影響出てるんですよね、みたいですね。割とカーブドディスプレイになってるだけ結構中古車価格も高くなってたりとか、月村さん的にはどっちですか？いや僕はアンチですけどね、はい、正直者ですねただまあ視認性だったりはかなりアップしてると思いますね。この辺も確認してみたいと思います。続いてトランク見てみたいと思います。トランク、この電動のやつオプションですよね。そうですね、はい、しっかりついてると。で底置きよりもかなり少ないということで使用感ほぼないですね。多分使ってないっすよね。ほぼ使ってないですね。で、はい、M3 のいいところがやっぱりこうトランクスルー、はい、後ろからできるということで、はい、使い勝手も抜群と。3シリーズってめちゃくちゃ優秀っすよね。そうだね、そういう意味ではなんか昔土方店長言ってましたけど、もう BMW の看板じゃんって、うん、まあ確かにそう言われるとそうですよね。主役な感じしますよね。そうですね。というわけで使い勝手も十分なこちらのトランクになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がおなじみ 2992cc 直6、はい、ツインターボ M になるとツインターボなんですよね、うん、340とかだとシングルターボですね、はい、で馬力の方が480馬力、トルクの方が550ニュートンということで、こんな感じのエンジンになっております。そしてこれに組み合わせるミッションの方が6速マニュアル、はい、で0100、車の台数が少なすぎましてタイムの公表がなかったんですけども、うん、一応オートマモデルだと4駆の M3 コンペじゃないやつですね、 3.5 秒ということなんで、うん、おそらくマニュアルだと若干もうちょっと遅いのかなと、うん、ただ速さじゃないじゃないですか。そうですね、ロマンじゃないですか、はい、そしてマックス250キロということで、ドライバーズパッケージ入れれば290キロまでのスペックを持ち合わせてると。というわけで過去 M3、M4 ご紹介してますけど、 M3 のマニュアルは初試乗なんで、はい、この後試乗正直レビューでお届けしたいと思います、はいはい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、ちょっと内装の紹介だいぶはしょっちゃいましたけど、うん、過去動画を見直してくださいっていう回で、ね、はい、今回リアクションレビューでお届けしたいと思います。はい、かけます。あ、そっか。クラッチを踏まないとエンジンかかんないよ。そうだ。もう今、はい、そういう儀式なかなかねないからね。あ、これペダルレイアウト的にはあれっすね。ちょっとこうなってる気がします。右ハンドルだからか。フットレストも大きいし、うん、少しこうなってる気するですね。そして俺ね、これね、はい、もうちょっとカク入ってほしいんだよね。確かにちょっと、うん、どうですかね、うん、この遊びは割と少ないですけど、うんうん、リバースには入りづらいんだよね。なんかもうちょっとカク、もうちょっとこうカチッと、確かにもうちょっとちょっとふにゃってる感じしますよね、うん、でも十分硬い、まあまあね、はい、カチッって感じではないですけど、はい。うわー、そっか、電動でマニュアルか。最近ほらうち GT3 のさマニュアルとか、はい、あのピンクのやつとかさ、はい、乗るとさもうちょっとやっぱこうカチカチ入るんだよね。ああそうですね、うん、というわけで電動サイドブレーキとマニュアルがちょっと違和感あります、ね、そうだね、はい、いきたいと思います。ああマニュアル最高走り出した瞬間に分かるこのマニュアル最高感。いやもうみんなマニュアル回帰した方がいいと思うんですよ。踏み間違いもなくなるし。そうね、はい、ただ渋滞でも日本多いですからね、うん、ちょっと左足疲れる感は。クラッチはそうですね、そんな重くないですね、うん、そんな重くないし、そのミートポイント途中からこうなんていうんですか、遊びの部分から踏み込んだ時クラッチそんな重くないんで、そこの境もあんまり違和感ないです。いやたまに結構遊びがあってクラッチ重たい車とかってグイって感じあるじゃないですか。 そうね、そうね、それなく割とこう、うん、同じ動力で奥まで踏めるんで乗りやすい。マニュアルの中でもそんな感じするし、ただでもペダル結構こっち向いてるな、うん、左で一回乗ってみたいな。というわけで参ります。はい、うわー、これなんかめちゃくちゃいいっすね。ちょっと笑っちゃうな。楽しいよね。やっぱり楽しい。なんだろう、今この側道から17号に出るだけなのに楽しいっす。でも久しぶりに乗ったからか、まあ、マニュアルだからか、最近のオートマの凄さも感じますね、うん、何も考えずに踏めるじゃないですか。そうね、最近のオートマって。でもやっぱりいろいろギャップ感じますね、うん、このメーターでマニュアルカーとか。そうなんだよね電動サイトでマニュアルカーとかってちょっと感じますね、うん、でもやっぱりマニュアルの方が車となんかつながってる感あるんだよな。いやだいぶいいな。ちょっとじゃあモードを、あ、そしてこれあれですよね、あのドリフトアナライザーなんかもついてるということで、ドリフトした時に角度の採点なんかもしてくれるんですよね。パッケージオプションもしっかりついてると。あでそっか、これあれですもんね、タッチパネルもしっかりなってると、うん、はい、ちょっとじゃあスポーツで、はい、あそっか、こっちのマニュアルじゃないや、 M ボタンも使えるんですね。ただメーターがな、特にマニュアルだと、うん、このカーブドディスプレイの前の普通のメーターの方がしっくりくる気はします。確かに、はい、いや全然480馬力でもう馬力出過ぎてるぐらいなんだよなよいしょ、いいですか、ちょっと待って。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい大事なことなんで3回言いました、うん、やっぱり気持ちよさは違うな全然。いやどうなんですかね、マニュアル好きな方って多いですけど、うん、やっぱりオートマも1台あった方が便利だよねって思ってる方も多いんですかね、うん、そうだろうね、うん、まあ本当に好きな人はねマニュアル1台で。そうですよね、うん、多分家族で他の方が乗るっていうんだったら、うん、やっぱりオートマの方がってなっちゃいますよね、うん、そして M3 なんてもう安定のこの剛性の高さ、うん、でこれあれですよね、アコースティックガラスも標準なんですよね。そうだね、でサンプロテクションプライバシーガラスなんかも標準になるんです。なんで意外に遮音性なんかも高い。だからタイヤがタイヤなんでロードノイズは結構しますね、うん、ゴーっていう。で乗り味に関しては HAS 組んでローダウンはされてるんで、少しまあ突き上げ感まではいかないですけど、まあ少し、うん、うん、はい、感じます。ただ全然乗り心地悪い感じはしないですね、純正ショックなんて全然十分乗れると思います。でもちろん調整もできますもんね。そうですね、はい、うん、あれこれ低ダストも入ってるじゃんけ。入ってる、はい、うん、ディクセルかな。というわけでホイールが汚れにくい、うん、あのホイールデザインですからね、汚れたらまだ掃除も大変だし、ね、そうですよね。で結構ダストだと焼きついちゃうんで、うん、ホイールにも良くないということで、でダストのブレーキパッド、純正もあるですもんね、うん、必要に応じて戻していただくのもいいのかなと。ああ、だからブレーキのタッチも初期精度少しだけ甘くなってますよね、うん、ただ全然飛ばす方は、まあ、純正とかにした方がいいかもしれないですね。マチュアルメインだったら全然十分だと思います、うん、ちょっと思わずこう一回ニュートラルして入れちゃうんですよあとこうやっちゃう。そうねそうねいやいいなあ。ただちょっと正直なところ踏み込んでいいですか、うん、まだちょっと高いっす。そうね、はい、ただ本当に今この時代にこの車を設定してくれたこと、うん、限定とはいえ、うん、拍手を送りたい、うん、やっぱりそれはこう操る喜びの BMW ですね。だってただ輸入しておしまいじゃないじゃないですか、うん、それなりに違うミッション組んだ車、うん、積んだ車だったらそれなりにちゃんといろいろ、まあ多分登録の時もそのままオートマと一緒に登録って多分できないと思うし、うん、型式登録の時そこをすごい効率悪いけどちゃんと入れてくれたのは本当ありがたいですよね。そうね、うん、いやめっちゃいいな、最高ですまあマニュアル乗りだったしね、土もね。そうですね、うん、だってミニも一番最初に買った多いやつは、うん、あれオートマじゃなくてマニュアルで買おうとしたんですよ、うん、最初。けどオートマで買っとけば、まあ、うちの奥さんも乗れるかなと思って、うん、でオートマで買ったんですけど結局あんな車庫端乗らないって言って、うん、結局乗ってもらえなかったです、うん、だから次のミニはマニュアルで買ったっす。だからもう、うん、いやむちゃくちゃいい。あともっと乗りたいと思うんですよね、やっぱりマニュアルって、うん、そうね。で乗り慣れれば慣れるほどこうシフトとかクラッチの感覚も分かってくるじゃないですか、うんうん、もっと乗りたいと思ってます。あと心なしかやっぱりセダンの方が車がしっかりしてる気がするっす、うん、分かんない、そういう先入観からかもしれないですけど、これは圧倒的に M3 だけどね、僕もデザインから。うん、なんかセダンの方がちょっと男らしいというか、男臭さありますよね、うん、でやっぱりドアの開口部とかもちっちゃいのからなのか剛性感がある気がするんですよね、うん、めっちゃいいな。ステアリングはしっとり重い感じです。でもそんな重すぎないです、うん、G 型結構軽いですよね、ステアリング。そうだね、うん、F 型の方が重たい気がする。だから結構渋めの内装外装じゃないですか、うん、だから年齢問わず結構乗れると思うんですよね、うん、そうね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、月原さんマニュアル最高。マニュアルはやっぱりやっぱり最高ですね、はい、変えられないですよね、うん、特に最近オートマすごく頭が良くなったりとか、うん、燃費が良くなったりだとか、うん、変速ショックなんかも、はい、まあ味付けされてたりむしろ全然感じなくしてたりとか、うん、まあいろいろできるようになったんでオートマの優位性ってかなり高くはなったと思うんですけど、やっぱりこの操ってる感とか、そうですね、なんかエモーショナルな感じは、うん、オートマではこのできないものがありますよね、うん、なんか特にこのモデルは、まあ、さっき言ったようにコンペじゃなくてマニュアルでっていうところで価格上昇も抑えながらマニュアルを楽しんでもらおうっていうなんか BMW の心意気をなんか感じるんですよ、ね、確かに、はい、うん、というわけでおそらく今後出てこないと思われますよね、うん、出てきたとしてもおそらくもっと条件とか金額とか多分上がってくると思うんで、まあ気になる方はぜひ今のうちに手にしていただくのがいいのかなと思います、はい、というわけで今回は BMW M3MT ファイナルエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。